こんにちは。今日はね、那須のね、お蕎麦屋さん、三月さんに来ました。美味しい蕎麦食べに来ましたよ。ここはね、那須高原上がる手前でね、でもね、少し涼しいですね。5度ぐらいは低いかな、東京からすると。はい、入店でーす。田舎蕎麦を頼みました。田舎蕎麦にね、天ぷらはね、舞茸のハーフです。半分。で、結構ありますよね。で、この炙りがっこみたいなやつね、これ炙りがっこじゃないみたいなんですけど、ここのお店の独特の、新粉みたいですね。たくあんですね。美味しそうでしょう、田舎そば。これ普通なんですよ。大盛り頼もうかと思ったらね、2倍ぐらいあるって言われましたよ。田舎そば美味しそうですね。手打ちですからね。2鉢なんでしょうね。ここはね、何回か、来てますけどね。まあ、年に1回ぐらい来るかな。紅葉の時がいいんだけどね。まあ、初夏ですからね。まあ、避暑地としては、なすのはいいんでね、避暑地ね。これから、食べてから、那須高原の方にちょっと行ってきますけどね。那須高原の方も、景色がいいんで、よろしかったら最後まで見てね。それではいただきまーす。はい、大根おろし入れて、これはししとうですかね。やっぱりね、こういうとこへ来るとね、山菜がいいんだけどね。まあ舞茸も美味しいよね。山菜、草の天ぷらが食いたいね。そこら辺に入ってるやつね、まあ食べられるやつね。おお、美味しい。やっぱりうまいね。ここね、三月さんではね、これ黒いでしょ？田舎そばなんだけど、三月そばっていうのね、白いのもあるんですよ。多分ね、この黒いのは、そばの殻を入れてるんだと思いますよね。だいたいそういう製法だと聞いてますんでね。殻入れなければ白くなるんですよね。でもね、東京でね、やぶそばなんかって言うとさ、もう全然ね、少ないですからね。やぶそばだとね、確かね、ちょっと値上げしたから、せいろ1枚が800円かな。で、3箸ぐらいこう、つまむとなくなっちゃうんですよ。もう、運ばれてきた時からもう、将棋が透き通ってますからね。だからね、3枚ぐらい食べないとお腹いっぱいになんないかな。せいろ。そうすると3杯2です2400円でしょ。これ1000いくらですよ。天ぷらがついて、普通盛りで、1600円かそこらじゃなかったかな。ちょっと忘れましたけど。安いですよね。で、美味しいんですよ。まあ、三月そばってね、ちょっと黒くないやつは品がありますけどね。あっちもいいですよね。これ、二色そばってのを出してくれるといいんだけどね。半々でね。二色そばっていうかね。でも、美味しいですよ。ここね、黒磯っていうか、黒磯から近いんですけど、那須って言ってもね、もう那須入ったとこなのかな。実はね、黒磯にね、義理の姉が、の生まれ故郷があるんですよ。義理の姉のね。で、そこの姉から、このお店を教えてもらったんですよ。ここにあるよっつって、今聞いてますね、これね。そのこれ炙りがっこですかって聞いたらいや違うって言われたあ、いぶりがっこか、炙りがっこ、どっちだっけ、炙りがっこ、いぶりがっこ、なんか東北の方ありますよね。これ美味しいですよ。なんか結構人気があるみたいね。店員さんとちょっと話してましたけどね。これちょっと消してます。おいしい。ちょっと話が長くなっちゃいましたね。早く食べてください。のんびろさん、早く食べて。ちょっと長いですよ。店員さんはね、仕事してますからね。お客さんもいっぱいいるし、今、待ってるんですよ。ここ入るまでね、やっぱり30分。まあ1時間は並ばなかったかな。結構広いんですからね。座敷もあってね、テーブルも、4択、5、6択あるのかな。
ここはカウンターなんですけどね。カウンターにね、僕の右側に2人お客さんがいて、で、左側にも2人います。だからこのカウンターに、5人ですね。1、2、3、4、5、5人。で、ゆったりと食べられますけどね。シシトウも美味しいです。これ大盛りにやっぱりしない方がいいね。シェアしてね。例えばあの前はね、大盛りした時に一人じゃ食べきれなくて、神さんがいたんでね。神さんは、神さんがあれかな。ね、三月の白いそば頼んでて、僕は黒いそばの大盛り頼んだのかな。逆だったかもしれないですけど、とりあえず大盛りの方はシェアしてね、食べましたよ。実はね、隣のお客さんもね、男の人、大盛り頼んでるみたいなんですよ。かなり手こずってるみたいですよ。なんか向こう側にね、座って女性の方はね、奥さんかどうかわかんないですけど、普通盛りでね、普通に食べてるような感じですけど、びっくりしてますよね、大盛り頼む。ここじゃないんですけどね、栃木市の方ね、ゆずるさんっていう山があって、そのゆずるさん門前そばなんですけど、そこはね一生そばってのがあるんですよ。でも一生は一人食えないね。ゴンゴーで、だいたい大人男がね、4、5人分ありますからね。あれもすごいよね。あそこ座敷ばかしだったような気がするんだよね。ちょっとな、最近ねちょっと座敷だと上がれないんですよね。膝痛めちゃってて、ちょっとストレッチやってね、柔らかくすればいいんですけどね。はい、舞茸です。よし、よしね。今日はね、今日、日曜日でね、とりあえず那須の方に来たんですけど、撮影のためもあってね。で、この後那須高原行って、ゴンドラっていうかね、ロープウェイ、100人乗りのロープウェイ乗ろうと思ってるんですけど、昨日はね、昨日もなんかやったね。昨日は花見だったかな。花見の前にどっか行きましたね。あ、あそこか。群馬県の桐生のね。これね、炙りがっこみたいなやつね。炙りがっこだか炙りがっこわかんないけど。違う、この自家製ですけどね、たくあん。人気があるみたいですね。さっきのね、栃木の桐生のね、ひもかわ食べ行ってね。2日連続でちょっと遠出してますよ、ドライブしてね。で、行き来はね、YouTube ライブでね、出してるんですけど、なかなかね、視聴者の方怒られてこなくて、仮想枠でね、1人2人ぐらい来てくれてるんですけども、運転しながら1人で来てるんでね、なんか相棒がいないんでね、とりあえずお付き合いさせてもらってますね。土日はだいたい外に出る方が多いかな、ドライブで。今度もね、ライブの方もちょこちょこ始めたんで、ね、もしよろしかったら見てください。今ね、おかげさんで登録者もね、500人、2月、今年の2月中から始めたんですけど、動画アップね。500人突破して513人かな、今現時点で。おかげさんでね。ただね、いろいろこう、ね、ネタを撮りとかね、動画撮りとか、ちょっと駆けずり回ってますけど、今、花火の季節でね、あれですけど、ごちそうさまでした。終わりました。でね、ここが、那須高原、那須のロープウェイの、那須ロープウェイ山頂駅っていうね、山麓駅か。来ました。まあ途中も先ほど言った通りね、ライブやりながら来たんですけどね、高原の方に来るとね、電波が届かなくなっちゃってね、切れちゃうんですけどね、運休です。残念です。ロープウェイは上りは運休ですね。なんかね、上の方で雷雲が発生してて危ないんで、上りは止めちゃってるみたいです。で、今ねちょっと窓を開けたらね、ロープウェイが発車するとこなんでね、
ちょっと見てください。ここからね、今発射しますよ。ガクンって言ってね、手前側ですね、向こう側のなんか監視小屋ですね、出っ張ってる、あ、出てきました、真ん中から、これです。このロープウェイがね、100人乗り。今ね、さっきも言った通り、上りは空で行ってますね。で、上からこれ、あの、これと同じものが、まあ、交互にね、降りてくるんですけど、で、下ろすの方を全部やってるみたいですね。まあ、上行っちゃったして下ろせないとあれですからね。時間的には間に合ったんですけどね、残念でした。で、これはもう、この反対側のね、ちょっと山頂向けのドアの方を、窓の方を見て、今、上から降りてきましたね。何分ぐらいかな、2、30分で行くのかな。100人乗りなんですよ。乗りたかったですよね。ちょっとね、午後なんで、だ聞いたらね、やっぱり今の季節、夕方近くなるとね、午後になるともう空が荒れちゃうのが多いらしいですね。午前中がいいって言ってました。まあ、とりあえずロープウェイのゴンドラは見えましたね。100人乗りです。でかいぞ。結構ここね、着くときに揺れるんだよね。はい、飛ばしました。途中ね、あの中腹にあるね、ツツジ吊り橋ってとこあるんですけど、ここをもうちょっと寄りました。36の中腹です。ちょっとさっきのとこからはちょっとね、降りてきましたけど。那須温泉と先のゴンドラっていうかロープウェイの半分ぐらいのとこかな。ここもね、結構ね、撮影とかドラマなんかで使われますよね。サスペンスとかね。どん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 ってね。なんか熊が出るみたいですよ。熊に注意とか書いてありましたよね。ここね、ずーっとこうね、こう整備された道路でね、木ですかね。床はね。綺麗になってます。そこをくね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 と歩いていってね、なかなか着かないですね。そんなに長くはないし、上り坂でもないから、気楽に駐車場からね、すぐ入って寄れるんでね。ここね、秋口がいいんだよね、紅葉の時ね。すごい綺麗ですよ。まあ先ほどのロープウェイのところもね、あそこも紅葉で綺麗ですけどね。このね、今年ね、YouTube は今年2月中からなんで、紅葉の、動画はないんですが、ツイキャスっていうね、SNS があって、そのライブもやってたんですよ、ずっとね。それでは去年の紅葉も撮りましたけどね。まあ今年の秋はまた来ようと思ってます。綺麗な紅葉をね、日光とかね。それからここね、那須の紅葉もいいし、あと塩原と日光の間、日円道路ってあるんですけども、そこも綺麗ですね。まあ、いろは坂なんか混んじゃって動かないんでね、あそこはなかなか、まあ、有名ですけど、まあ、あんまりね、紅葉を見るのには適してないかなと思ってますね。今ね、人が来たんでね、ちょっとね、カメラを、先をちょっと寄せました。熊笹っていうんですかね、この竹のね、いっぱいいっぱい植わってますね。綺麗ですよ、整備されてます。もう少しかな、もう少しでね、開けてくると思います。こんもりしたところからね、まあ手入れはしてあるんでしょうね、やっぱり観光地ですからね。那須の一応見どころですよね。また人来たんでね、ちょっと寄せました、カメラの方向をね。このロープが見えたでしょ、ほら出てきましたよ。これが吊り橋ですね。今のあれはの吊り橋じゃないですけど、まだね、今歩いてるところは普通の橋ですね。これ吊り橋、ここは吊り橋です。ここからですね、さっきまでね、人が何人かいてね、観光の方がいてちょっと待ってました。のね、揺れるんですよこれ結構怖いですよな、人数が多い、今日はね、人数あんまり多くないから、吊り橋乗って人数が多いとガラ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 揺れますよここから紅葉ですもん、綺麗でしょ、もうね。
わかりますよね。これが上流ですね。こっちの方に、殺生岩とか石とかっていうあれあるのかな？鹿の湯とかあるとこね。下降りられるんですけど、600メートルぐらいって書いてありましたけどね。登山道みたいな感じでね。軽登山ね。500メートル以上。だから1、2時間行くと降りられるのかな。こっちが紅葉で色づくんですよ。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。またねー。